設定確認するためか。今日のモッド入ってるのかなと思って。確認するためか。なるほどね。深いの。お。ナイス。中野、あルマ。メタちゃんはしごの下でずっと何やってたんですかって。ああ、はしご登ろうと上直しに行こうと思ったんですけど、 あれフルタイムあったから、そのままクールタイムか、そうそうそう、3秒あったから理解しました。はい、このはしごペース無理の仕様ってエアシップでも適用されてんのかな。多分されてるはず。ああ、そう、全マップでされてるらしいです。されてるはず。上やればよかったな、タスク。おお、クッキングセット。ブブ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 ブ。おー、キノコ生える、キノコ生える、草生える。うわ、変身きた。どうしようこれ。うわ、まさか。何？何何何？いや、アルマさんなんだ。いや、神さんなんだけど、はい、ちょうど今キノコの砂防中だったじゃないですか。うん、で、見てから押しました。切ったの？鍋さんが。ん？あ、溶けるのってことですか。あ、そう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 。ああ、そういうこと。いや、まあ切ったのも見てるよ。切った、溶ける、うん、すぐボタン。てかレポートでよかったな。なんかもうちょいストーリー聞きたいです。じゃあね、お二人。あのアルシン、あれスプラッシュゾーンにいたんってガミさんでしたっけ？はい。対抗だけど。アルシン、ガミがスプラッシュゾーンにいて、うんうん、でシン様とすれ違う、で僕がボタンに行ったら知らん人が二人入ってきて死体とガミさんになったからボタン押した。ガミさんの主張は。ロラはもちろんなんですけど、僕はスプラッシュで。フリスビーと筋トレやって、カフェ側行く赤目田さんを見て、でキノコカオス中にミーティング入ったら、誰かが赤目田さんを切って、あれ赤目田さんだ、死んでんの。あ、てかね、あの僕がねレポートじゃなくてボタンになった理由が、レポートしないで見てやろうと思ってたからボタンになった。体が全く一緒ですね。いや、あなたボタン押しないですよ。切っててで通報をしないで、姿を見てから通報をそうと思って。ガミさんの主張ではアルマ君のボタンの位置と死体の位置って遠いんですか？はい、え、いや死体の上ですよ、アルマさんは。僕もですけど。それはアルマ君視点どうですか？まあ違ってますよ。まあてか、まあまあ3人ほぼ近くにいるからなんともあれだけど、まあローラーでいいんじゃない。はい、逃げなかったんですか、アルマさん。え、こっちのセリフです。これ、え、これどっちなの。一応スプリット回避しときます。はい。あ、やべ、これ押しちゃうかも。しなくていいでしょ。まあ、外した場合は、しなくていい。これ誰が節穴だったかはよく。結構お土産入ったら、まあ、あ、この投票って結構様子見ない。あ、じゃあ、OK。しないで、しないでいく。はい。なんだ、ええよ。ええよ、の投票の。俺に入れたんであれですか。はい。それより僕の5人を守ってください。言ってくださいよ。いや普通に結構むずかったな。どっちか分からんかった。あ、お土産しようする。おお、感じてもたったか。原子炉直したのが僕とアルマだよ。
お互い無理ってことヒルが。いや、まあ、最後滑り、僕が奥直してるから、まあ、滑り込んできたらワンチャンだけど。いやいや、僕今、はしご登ってるよ、直して。え、それはなくね今直して。左を僕が直して、はしご登ってって、誰かがはしごの上にいた。ん？え、な、え、直ってすぐ登ったんだよね。うん、あったらあったら、直ってすぐ登った。2秒くらいはあったけど。はしご登れるのか。いや、え、どうしようなの。いや、お土産警戒ターンだから、直ってすぐに。上に登るまでは無理、ね。無理じゃね。え、でも上に誰かいたよ、うん。リアクターの右のはしごの上。え、中腹にいたってこと？アッパーエンジンが。あ、そう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 。のはしご。右のはしごの上に誰か絶対いるはず。ちなみに足が見えてる。アルマニアさん、あ、私も入れた。うん、私、すぐ聞きたかった。私も入れた。もう一人は。メイさん、ガメさんじゃない？ガメさんか、うん。私はアルマさんかなと思った。メイさんか。そうね。まあ、いっか。え、まあ僕はちょっとアルマが無理かなと思ったんだけど、まあ変な主張してるからアルマがじゃあ切ってるでいいかな。まあアルマ釣った上でもう、そう、アルマじゃなかったケースも一応考えたら、その場合メイヤ死んだら無理ですね。ミーティングでお互い無理。そうね。シータロ君と一緒、サントスさんと一緒にマシュマロ焼いた後ドロップシップ側に行ったんですけど、あ、そうだ、サーカイさんも多分無理ですね。その原子炉、あ、違うわ、宝さん位置が分かんないのか。え、ボタン鳴るちょい前ぐらいまでも三島さんとスラバさんで一緒にいるの？いや、そんな一緒ではない。マシュマロを焼いて、その焼き終わったぐらいにリアクター鳴り始めました。うん、だからまあまあ前に加算してる、うん。でも左にいなそうだけどなと思うけどな。藤、う、宮、ん、どこまで行けた？僕は音質右。うん、うん、そのぐらいだね、時間的に。え、じゃあ高田健士がリアクターに行けたケースってどんなケース？上から降りてきた。右脇、うん、右脇が上からは無理だと思うよ。俺が富士宮を置いて保管庫から上に登ってるから。あ、でもあれ、でもその先にいたらなんか2階線もあったよね、記憶。え、2人登ってるよね。あの、なんかマシュマロぐらいで湧いてさ、もしかして登ってるかも。あ、いたっけ宝さん、その中に4人ぐらい湧いたよね、マシュマロ前で。え、そうそうそう、さんと僕と2人上に行った。2人保管庫の上。あ、ごめん。誰スキップ。いや、危ない、危ない、危ない。僕、マジで何も考えずにスキップ入れちゃった。何してんの？ごめん、ごめん、ごめん。僕、投票してるよ。惜しい。ほんと、危ないって。危ないって。今の日をも洗っときたいけどな。ナイボーン。マシュマロからその2人登ってたと思うのよ。慎太郎はいたよね。さ、じゃあ魚さんか。魚さんはいたよね。僕は上登ってないね、ちなみに。あ、俺はジップラインからだよね。で、そう、僕がその2人その右上に行ってたから、コミュサボそっちが行くのかなと思って、僕はマシュマロ脇から何にもタスクをせずに原子炉まで行ってんのよ。うん、というルートだから2人は行ったと思うけど、はい、魚さんと誰なんそれは。いや、多分ね、それだったら高田健司が先行して降りてて、でアルマが階段下で切ってて、俺を視認してる可能性がある。あの、いやいやいや、アルマ切ってるんだったらね、原子炉内だよ。確かにね、ピンクいたような気がしてきたわ、言われてみれば。てか、さっきスキップした人ってプテイが僕、僕、うん、あと2票、あと2票。あ、じゃあアルマって2人じゃないかな。2人ぐらいだな。プテオル人ぐらいだと思ったけど、普通になんか。え、なんでリアクターの件で。いや、僕プテオル二人外見えないけどな、逆に。マジ？繋ぎ方不自然じゃない？だってさ、リアクターが直ってアルマが外出ててさ、リアクターの中で死んでるって主張するんだったら、プテって死体見えそうじゃない普通に。いやいやいや、リアクター、ね、だからアルマが左側を直したから、最後アルマが直した後に切るんだったらできるけど、うん、はしご上まではいけないからおかしくねって言ってんのよ。皆さんの主張は直したと、直したとどこに行ったのプテは。いや、もう直して終わりよ、僕は。でさ、ごめんね、あの、割り込むけどさ、スキップ3人とプテ3票があったじゃなくて。そう。うん、多分な、クルーは絶対1人。あ、だから、プテ3クルーじゃない？だって出てない票が2票あります。そう、同じように思ったんだ、審査は。プテ3の票とスキップの2票、1票 ?2 票、あ、合計3票がありました。人は誰ですか、うんうん、私はずっと入れてる、さっき。まあ、魚さんがプテに入れたっていうなら、あ、そうなの？プテあるアット1位、うん、ですると、でもスキップ人外じゃない、それ。スキップ人外だと思うから。不定文字以外なんじゃない？魚さんが出るんだからね。え、だから僕は
間違えてスキップしちゃったよ。あ、桜さんお客さん投票なんだ。そうそうそう。まあちょっとだいぶ後出しだからあれだけど。あ、それは変だけどね。まあ確かにそれもおかしくない。あれ後出しじゃない。僕さっきのターンで。確定じゃないけど、魚さんが後出し。あ、そういうこと？うん。いや、正直あのターンスキップは絶対人外だと思う。そうだね、ばかりよ。あとね、あのリアクターの入り口のところから奥は絶対見えないんで、入り口で死んでた場合プテが死にできないはありえます。いやでも治ってから 1,2 秒はボタン押せない。いやないで、もう治った瞬間ダメだろ、切れました。いやいいと思うよ。でも俺は普通に結構人外っぽいなと思っちゃってるけどね。まあまあ、手かざして青になったらすぐ離れるから。いや青になってすぐボタンだったよ。入れちゃくれた4票誰なんだろう、結論。入れてくれた4票確認すればと思う。タスク固まってるね。まあ、宮さんが一番来るっぽいなと思ったけど。温めまーす。ノイキー、ノイキー。待ってるか。どうしようか。いや待ってるか。直しに行った方がいいかな。いやーもう半端だったら待て。え、6人もいるけど。はい。まあプテさんだったわ。え、違います。どうしよう。米サボ展望台で直してて、なかなか直んないなと思って、ちょうど画面を開いた瞬間に、テープが光って、プテアスさんがそこから離れ去っていこうとしていた。あー、いや、これ困ったわ、マジで。まあ、だから下位置は展望台。僕は通信室の、ところにいて、もう全くそこには行ってないから、まあ、慎太郎が、僕の位置を知ってるんだったら、ベントで見たのかな。通信室前の下の扉が開いてるんで、僕の位置を確認して僕に塗ってんのかな。通信室の扉は開いてないよ、下は俺が開けようとしてるから。うん、藤宮は左確認してるんで、うん、左と下、まあ、で参りました、良いです。もしかしてもあれプテあんま持ってなかったら僕、いやー目屋さんに詰められたからこの人は殺さないとなと思って。あ、そう。でも慎太郎ワンチャンマットかなと思った。投票危なかったよ、来る。いや、まあ、マジで申し訳ない、申し訳ない、マジで申し訳ない。マジで申し訳ない。いやー、なんか、結構守ってくれた印象あったわ。あれって対抗しに行ったのは、そういうあれ戦略っていうか。最初は、いや、もう、正直、もう何が起きたかあんまよく分かってない。なんでリアクター直ったんだって思って、で、しかもなんか、死んでるし、僕殺してないのに、どうなってんだこれってなってた。見づらいよね、下側ね。俺が下側直してたから、うん、リアクターの、ね。そうそう。多分アルマはそれで、いないと思って移動したってことで、うん。で、そう。上に上がろうとしたら、魚さんの足だけ見えてたから、魚さん僕に城打ってくれって言おうと思ったら。そういう感じだったんだ。え、リアクターはなんで直ったの？俺が直して、でプテが俺を殺して、ちょうどあのボタンと同時に俺が死んでるから。だからアルマプテで直して、アルマが高田さん切ったって言ったけど、僕が切ってんだ、ね、プテ高で直して、プテさんが直して。そうそう。あ、プテ高で直してんのか。そうそうそう。そう。あー、なるほどね。なんかアルマも一応言ってんのかなと思ったから。パニックだった。はしごを登り切る時間は絶対ないと思うんだけど、みたいな。まあでも2秒くらいはあった。いや、そう、2秒くらいはあったのよ。ちょっとだけね。そう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 。でも、はしごは絶対登れないじゃん、2秒は。登れないね。そうね。うん。ちょっと距離あるから。じゃあ終わりますかね。はい。はい。